ダイハツタントダイハツタントエグゼタントエグゼは、ダイハツ工業が2009年から2014年まで製造していたタントシリーズの系スーパーハイトワゴンである。通称エグゼ。2009年10月の第41回東京モーターショーで公開され、同年12月に発売された。ベースとなるタントは、シートアレンジや室内空間の確保のために、 シートの座り心地を犠牲にしていたが、タントエグゼについては、座り心地の良いシートに変更された上級志向のモデルとなっている。月間販売目標は4000台と発表されている。また、バンパーやフロントグリル、前後ランプなどが別デザインとなる、スポーティグレードシリーズのタントエグゼカスタムもラインアップされる。また、2010年4月からは、富士重工業へ、 スバルルックラとして OEM 供給されていた。販売面ではエンジンの力強さや走行性能、乗り心地の面で高評価を得ていたものの、タントよりムーブの派生車に近い感じであったため今一つユーザーからの理解を得られなかった。車種はタントと共通だがスライドドアを排してヒンジドアを採用したことなどにより、タント比で 60kg の軽量化がなされ、 またエンジンのセッティングがタントから変更されたことにより、燃費性能が向上されている。エンジンには、直列3気筒 DOHC 自然吸気エンジンの KFV 型と、同じく自家 3DOHC のターボエンジンである KF デッド型が搭載される。トランスミッションには 2WD 前車とカスタム、RS の 4WD 車には CVT がカスタム、 RS を除く 4WD 車には4速 AT が採用される。なお、ターボエンジンについては、エグゼカスタムの最上級グレード RS のみに用意される。エクシード、エクセレントエコロジー、エモーショナル、エレガントデザイン、エグゼクティブスペースの略。優れた環境性能と大人の感性を満たす、スタイル、上質感、快適性を備えた車を表現している。 ありがとうございます。